今回はうつ病と性格は関係しますか。今回お受けしましたご質問は、うつ病は性格と関係しますかというご質問になります。答えとしましては、ストレス蓄積など一部関連、ただし対策はあるとお答えします。うつ病を振り返ります。これは落ち込みなどの症状が続く脳の不調です。脳内物質セロトニンの不足などが主な背景とされます。一方でストレスによって発症したり悪化する面もあります。うつ病と性格というところ、以前からうつ病は真面目で頑張りすぎる人はなりやすいと言われることがあります。特にいわゆる内因性的な内側のうつ病というところの人でおいては、その傾向を臨床でも実感するところです。ただし特に適応障害的な要素が強い場合に関しては、必ずしもそこに該当しないことも多いというところがあります。なぜ真面目だとうつ病になりやすいですかというご質問です。ストレスの蓄積のしやすさが背景の一つと思われます。真面目を構成する要素、人によってそれぞれですけど、主なものを抜け出していきますと、まずはストレスをあまり発散しないというところ、そして人を責めず他責せず自分で解決しようとするというところ、もう一つは自分で自分に厳しく接するというところがあろうかと思います。まずストレスをあまり発散しないというところ、本来は仕事に集中するほどストレスは溜まりやすくなることが多いです。ただその真面目というところがあると、休んだり別のことをするということの罪悪感などがしばしば出てきまして、ストレスをあまり発散しないということになります。そうすると溜まって発散しないので、ストレスが溜まったまま残ってしまって、うつ病のリスクにつながるというところがあります。そして他責せず自分で解決しようとするというところ、確かに他責せず自分ごとで考えていくということは、社会生活では非常にいろいろ望まれることが多いです。ただこれも行き過ぎてしまいますと、過度の自責となって自分を責めすぎて自分で自分にストレスをかけてしまいます。特に行き詰まった場合に、いわゆる反芻思考といって、繰り返し繰り返し自分を追い詰めてしまって、うつ病のリスクになることがあります。自分で自分に厳しく接するというところ、確かに自分をあまり甘やかしすぎないということに関しては、成長やベストを尽くすためには確かに大事な要素ではあります。ただこれもやっぱり行き過ぎてしまいますと、自分で自分を否定し続けて強く圧力をかけてしまいます。そうすると外からのストレスに自分からかけるストレスが重なってしまって、うつ病のリスクが上がります。その場合は対策はありますかというご質問です。傾向を知っていれば対策の余地があるというところです。まずはより良い仕事をするためのストレス発散の導入というところです。確かにただ辛いのを和らげるという目的でストレスを発散するというのは、心理的にも罪悪感もあって行いにくいというところがあるんですけれども、あくまでうつ病を予防して仕事でもベストを尽くせる方法、こういうふうに定義したストレス発散であれば導入しやすいところがあります。そして現実的にできる効率的な発散法を探していって、ストレスの発散をうまくすることで集中力を高めて仕事の質の向上につなげていくということが一つ現実的な対策です。受け入れと無責を目指すというところ、過度に自分を責める過度の自責は不調の原因にもなって、逆に過度のプレッシャーで力も発揮しにくくなってしまいます。そのため避けることは大事です。一方でじゃあ他責になればいいかといえば、そうなってしまえば自分は安心でも辛くなる人が周りに変わるだけです。あまり逆効果のことも多いです。対策としては、現実を受け入れつつどちらも責めない無責というところを現実的には心がけていきまして、その上でじゃあこれからどうするかという改善の方法を探っていくのがいいかと思います。自分を一人目の友人にというところ、他者、相手や環境からのストレスというのはどう工夫しても現実的にあまりなくなることはありません。そこがある中で自分を敵にしてしまえば、ストレスが重なってしまうと、相手は変えにくい中、むしろ自分はせめて自分を癒す方に変えていきたいというところ、自分で自分を認める声かけをしていって、自分の疲れやストレスは癒していくと、そうする結果相手にいろいろ求める奪うということをしない状況を作りやすくなってきます。むしろ与えるという状況を作りやすくなってきます。一方、必ずしも性格でうつ病は限定されないというところにも注意が必要です。まず強いストレスの影響がある場合があります。予想外の大きな環境変化がいろいろ重なってしまって、うつ病のリスクになり得るところがあります。そしてどうしても人と人と相性があります。相性が合わない環境ではストレスが続いて、うつ病や適応障害になりやすいところもあります。こうした外的なストレスが強く影響する場合は、環境を調整していくことが望まれるところです。ホルモンや体調の影響というところ、睡眠不足が続いたり疲れが溜まったり慢性的な体調不良があった場合、これはうつ病の原因になり得るところがあります。そして女性では生理前や更年期および産後など、
ホルモンの大きな変化があるときにうつ病につながりうるところがあります。これらの場合は体調管理を土台にしていくことが大事です。その上で必要があればホルモン的な働きかけが有効な場合もあります。過去の経験の影響です。過去の経験が自分や他者を信じられない不信につながってうつ病のリスクが上がる場合があります。そして自己肯定感や他者信頼というところが減ってきますと、自分からも周りからもストレスがかかってしまうという場合確かにあります。ただこれに関して、いわゆる恨みのポジションを取り続けても今後にはつながらない、むしろ悪循環になってしまいます。なので、過去、今ということで、今これからのために何ができるか、できることに集中することは現実的な対策になると思います。今回はご質問、うつ病と性格が関係しますかについて見てきました。ではまとめていきます。うつ病は真面目だとなりやすいという話はよく言われています。これは背景としてはストレスの溜まりやすさから説明できる部分が大きいです。一方でそこに関しては気づくことで対処の余地があります。休みや発散というところをただ休むだけじゃなくて仕事の改善の手段というふうな意味付けを捉えていくと比較的抵抗なく取り入れていきやすいかと思います。一方で環境であったり体調及びホルモンなど他の要素も様々うつ病に絡みますので性格に関わらず不調があれば早めの対策が大事かと思われます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。